前回の動画の続きだよ。今は長崎駅にいるぜ。今回は西九州新幹線開業前に特急が走っていた長崎駅から肥前鹿島駅までの区間を乗り通そうと思うよ。新幹線開業後に長崎駅から肥前浜間は肥前鹿路線になったんだよな。長崎駅の在来線ホームに止まる特急は二つ星だけになってしまったね。肥前鹿路線になった長崎本線だけど架線はまだ残ってるんだな。まあ、撤去するにも費用がかかるからね。今から乗る列車が入線してきたよ。それじゃあ乗車していこう。列車は長崎駅を発車するぜ。特急があった時代に使われていた長いホームが見えるね。八両編成のかもめ号が発着していたホームだな。九州新幹線は長崎駅を出るとすぐに分かれて新長崎トンネルに入るよ。長崎本線一部の経由は昭和に作られた比較的新しくて線形がいい路線だが、さすがに新幹線には勝てないな。浦上駅にあるこの土台、多分特急が停車していた時代に簡易ホームを作るためにあったやつだよね。撤去する前提で作られたんだな。浦上駅を出ると列車は速度を上げて長崎トンネルに入るよ。下りの特急かもめに乗っていた時代、このトンネルを抜けて長崎市内が、見えてくると長崎に着いたんだなって実感が湧いてワクワクしたな。わかりみが深い。トンネル内の映像を出るところまでカットして列車は宇都川駅に着くよ。特急が運行されていた時代は真ん中にある線路を走っていたぜ。今でも、小さいドライナーはこの線路を使って通過する時があるよ。列車はこんな感じの高いところを通るよ。引津駅に着くとこだな。長崎本線の新線と旧線はここで合流するよ。引津駅を出て西諫早駅を過ぎると列車は諫早駅に着くよ。さっき島原鉄道の列車が見えたな。諫早駅は JR 九州以外に、島原鉄道線が乗り入れているよ。列車は諫早駅に到着。諫早駅を過ぎると平地に出てきたよ。奥に見える山は雲仙岳だぜ。そろそろ有明海が見えてくるところかな。遊泳駅を過ぎたところで有明海の干潟が見えてきたよ。今に時間は潮が引いてるんだな。この有明海は海苔の養殖が盛んで、海苔の生産量は日本一だよ。他にも竹がつかみやかき、ムツゴロウやシャコなんかが取れるぜ。列車は小長井駅に到着したよ。四国にある下灘駅みたいな駅だな。特急かもめが運行されていた時代はここら辺で駅弁を食べていたよ。景色が良くて列車の速度が遅いから食べやすかったよな。ただ、特急とはいえカーブが多いこの区間はあまり速度が出せなかったんだよね。長崎県が新幹線を欲しがったのも無理もないな。新幹線は山があれば迂回せずにトンネルで突っ切るからね。はさっきまで列車で走っていたところだよ。見えづらいかもだけど殿下時代に使われていた河川柱が見えるな。肥前七浦駅を出ると長崎本線は海から離れていくよ。海が見える区間はここら辺で終わりだぜ。この列車の終点肥前浜駅に到着です。この駅から肥前鹿区間から殿下区間に変わるよ。鳥栖行きの列車に乗り換えます。
肥前浜駅の次はこの動画の目的地、肥前鹿島駅だよ。ちなみに、電化設備が肥前浜まで残された理由は、肥前鹿島駅に列車折り返し設備がなくて、肥前浜駅にはあったからだぞ。特急は肥前鹿島止まりだけどね。列車はついに肥前鹿島駅に到着です。今回の動画はこの駅で終わりにするよ。そういえば、今回の旅は特急が運行されていた区間を走る旅だったな。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。